ママ。はい。今日のお昼ご飯何？今日のお昼ご飯なんですけど、少し前にご紹介したカルディの食品袋袋の中身にあった、牡蠣のアヒージョ。こちらを使った料理ね、なんかやりたいと思います。ちなみに我が家では牡蠣のアヒージョ初お目見えです。私はね、悩んでる、牡蠣がね。あんま得意じゃない。で、今スパゲティを茹でてやろうかなと思ってて、今お湯沸かしてます。沸いたので茹でたいと思います。あのね、水パスタしときました。1時間ぐらいなんですけどね。おうこれでこうやってやればいいのかな。ここ使うので隣に移動したいです。こっち私前ねこれでね火傷したことがこうやって置いたのが悪いので、こうやって持った。だからずらしておけばこれってわかるから多分大丈夫だと思う。そう、こうやってやった方が多分ね、今日は平面なんでこの網大活躍すると思ってね、やりたかったんですよ。で、茹でてる間に、詳しくないんで本当わかんないんですけど、ちなみにパスタも同じ福袋に入ってたパスタですね。リングイネって書いてある。リングイネの平麺ですって。で、これさっきに気がついたんだけどね、茹で時間4分でいいんだって。短くていいんだけど、その分早くしないと。別合いなんですけど、この油を使って炒めた方がいいと思うのよ。うん、で、何か入れないと、ママ、牡蠣好きじゃないから、ちょっとね、困るなと思って考えたの。やっぱりキノコ。と思ってこれね、ちょうど冷凍庫に残っていたえのきとしめじ、これ入れてみたいと思います。ああ、いいじゃん。半分ぐらいかな、こんな感じでね。これをよくほぐして、このアヒージョの油で炒めて、でパスタと絡めたらどうかなっていうふうに思ってます。でもこれだけでもいいんだけど、うちらしくなんかもうちょっと食べやすくしたくて、もう一個出してきました。また缶詰、これツナ缶、このツナ缶の場合油を切っちゃう。アヒージョの油をメインに使う。ああ、いいじゃん。っていう感じでどうかなと。本当にやったことないんでね、あの何か皆さんからね、いいアイデアありましたらコメントお願いします。お願いします。あのね、多分ね、自ら進んでこの食材を買うことはないと思うよ。初めてだよね。あ、本当初めてだし、オイスターソースは使うんだけど、牡蠣そのものは使わない。適当なこと言ってます。なんでこれもちょっともう炒めていいかな。ああ、これもサブちゃダメですね。危ない。こういうことだよね。そうそう。はい、あぶねー。ちょっと開けてみてもいいかな。どんな感じなのか。おあ、すごいゴロッと入ってるんだね。初めて知った。ちょっと持ってみて。おお。柔らかい。ね、あ、4個入、あ、ごめん、ちょっと潰しちゃった1個。ごめんね。4個あるから2個っつだね。うん。それを上にこう、トッピングみたいに乗せて。炒めるじゃなくて、もう、缶詰に入ってるのってあんまり炒めない方がいいんじゃない？そっか。わかんないけど。だからこの油を、こっちにこうやって。うわ、すごい匂い。すごいね。ごめん、ちょっとびっくりしてます。オイスターソースとまた違うんだね。うん、オイスターソースのイメージでちょっとやっちゃったんだけど。すごい。牡蠣の香りだよね、これね。ここに、こうやって、キノコ類を炒めるっていう感じでどうかな。もうね、想像でやってます。今日は完全に。こんな感じでさ。うん、触らない。この感じかね。青物が見つからなくて今急遽ネギ。こんなぐらいでどう？麺の方もちょうど良さそうだから。ちゃんとしましたよ。はい。こういうことだよね。よっと。おお。平麺って言ってもあまり太くないんだね、これね。今気づいた。思ってたほどではなかったけど。量もそんなにないんじゃない？思ったほどね。でもちょうどいいかも。あの、食べ過ぎない程度で。ついさ、いつもパスタ系は麺が多くなっちゃって。余ってちょっとお腹いっぱいなりすぎちゃうからさ、ちょうどいいんじゃない？これね、どうかな。こんな感じでしょうかね。はい、じゃあ味見お願いします。味見、個人的にはね、やっぱりちょっと醤油入れたい。塩コショウ、さっきちょっと入れた。オイスターがそんな得意じゃないので、やっぱり油が結構きつい、私には。オイスターの油がね、オイスターソースとはまた違う、こっちのがダイレクトに牡蠣の味がする。そんな気がするね。で、オイスターソースって絶対何か入ってるでしょ、他に。ん？なんか他に味付けされてない？これね、牡蠣の味ダイレクトなのよ。だからちょっとね、苦手な人にはきつい。パパはね、そんな嫌いじゃないからね。うん。食べられるけど。おっと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 。あちちちちち。魚介類が好きな人は本当こういうのいいんだろうね。私あんまり馴染みがないんで、ちょっと正直不安なんですが。こんな感じで。はい。
最後これ乗せないとね。あ、それがあったんか。やだ、一番大事じゃん。入れたもんだと思って。あ、入れてない、入れてない。さっき持ったらさ、ここで崩れたから、ちょっと。ああ、そうだね。だから、炒めたりしない方がいいのかなと思って、うん、取っといたの。こんな感じで。いやー、我が家で初めての挑戦です。牡蠣のアヒージョを使ったパスタになります。はい、キノコ入り。キノコパスタ？わかんないけど。ツナ缶でちょっとだけ牡蠣の味をまろやかにしたつもりなんですが、どうでしょう？はい、お試しください。はい、ありがとう。はい、いただきまーす。はーい、どうぞー。うん、美味しい。牡蠣の味がするよ。あ、本当にいいね。うん、パパ、牡蠣大丈夫だからね。うん、ママ。はい。今日のお夕飯何？今日のお夕飯なんですけど、私これ大好き。はい、豚バラ大根、こちら作りたいと思います。いいね。これね、すごくいいのはね、煮込み10分、うん、これでできる。これ美味しい。この時期になると楽しみ。ただね、あのよくよく見たらね、バラはなかったんで、コマでやります。はい、すいません、間違えました。まずね、大根、はい、もう切ってあります。こんな感じ。ちょっと大きいかな、はい、と思うんですけど、これね、実はね、おでん大根っていう大根なんで、火の通りが早いやつなので、多分ね、そんなに気にしなくても大丈夫かなと思って、うん、はい、じゃあ入れまーす。はい、おー、どこくっついてるんだけど、そのうちばらけるかな。これでちょっと炒めていきます。こちらはね、コンソメスープですね。野菜をいっぱい入れてね、作ります。こんな感じでね、大根少し焦げてきました。え、なんで大根焦がすのって思うかもしれないですけど、ここにね、ポイントって書いてあって、両面焼き色をつけることで大根に味が染みやすくなりますってあったんで、ちょっとね、焦がしてみたんですよ。こんな感じで、うん、これって他の料理でも同じことが言えるのかな。おでんとかはちょっと焦がすのちょっと違うけど、他の煮物とかもちょっと実は焦がした方が味が染みやすくなるとか、そういうのがあるのかもしれないですよね。はい、じゃあここまで来たので、一度これをお皿にあげます。私が嫌いな工程、うん、今回はこれしないとダメなの、大根の時はね。で、ここに、はいはい、本当は豚バラでやるんですが、すいません、なかったんで、コマです。こちらを炒めます。はい、では、豚肉炒めましたので、ここにね、大根戻します。よいしょ。そうしたら、はい、こちらのね、素入れます。サラサラ。そう、これね、サラサラなのよ。お前もやったんで、覚えてたけど、意外なのよね。で、ここに水を 100cc 入れて、で、ちょっとこう混ぜます。こんなもんかね。そしたら、これをね、ちょっと沸騰させます。強火って書いてあるんですけど、うちのエバークック強火できないので、中火で煮立たせます。沸騰してきたところで、蓋をして、あと弱火にして、おおよそ10分ぐらい煮込みます。はい、では、タイマーセットしとこうかな。はい。お、すごい。火は通ってるけどさ、硬さだよね。あと味の染み込み具合っていうのは。すごいな、ほとんどちゃんとこの下のさ、茶色の色に染まってきて。で、このままもうちょっと、飛ばすの。多分少し飛ばした方が良さそう。汁がだいぶあるじゃない？だから、もうちょっとこのまま蓋を開けて、とろみにならないかな。どうなんだろう。ちょっと待って。最後に強火で煮汁を絡めて出来上がりだから、このまましばらく煮ます。汁気を飛ばします。こっちも良さそうね。これは、キャベツと人参と、これね、冷凍の玉ねぎ。うん、玉ねぎね、もっと早く煮るかなと思うけど、冷凍はね、早く溶けちゃう時があるんで、あんまり早く煮ないと溶けます。こんな感じかな。これ中身コンソメね。明日の夜もしていいよ。服とか。それが終わったらテーブルを拭いといていただけると助かります。頼めばやってくれるんで助かりますよ。みんなそうだよね。やってってさ、命令しちゃダメだよね。お願いされればさ、そうそう断る人いないよね。どう？少し煮詰まったかね。大根の色がまた、ね、ますます変わってきました。いいと思います。予想以上に柔らかくなった、本当に。よし。じゃあ、火を止めて。よいしょ。おー、山盛り。はい、では本日のお夕飯のメインですね、豚バラ大根すき焼き風にですね。はい、できました。これ湯気見えてる？うん、見えてる。すごい。中にはですね、気になってる人いるかもしれないですけど、我が家夕飯の時にはご飯炊かないんですよ、忙しいから、うん、なんで朝ね、まとめて炊いちゃう派です。電気釜持ってないんでタイマー効かないから、こうも効かないし、自分でスイッチ押さなきゃいけないんですよ。もうね、朝のうちに全部炊いちゃいます。どうですかね、なんかちょっと少ないかも。大丈夫でした、うん、はい、では本日のお夕飯です。はい、先ほどのね、豚バラ大根と、はい、コンソメのスープ、これ昨日の残りこれも昨日の残りだから、デザート作ってないよ。はい、で、ね、チーチク、息子大好き。はい、じゃあご飯にしましょう。はい、ありがとう。はい、ではパパ食べましょうか。はい、いただきます。はい、まずはね、こちらの
味しみとね、硬さを確認していただきたいです。うん、柔らかい、追い切れてるね、うん、大丈夫そうね。まあ味しみてるよ。あ、味しみてる、大丈夫、うん、大丈夫。あ、よかった、ちょっと薄めには切ったんだけど大丈夫そうね、うん、大丈夫。あ、よかった。ちなみになんですが、こちらに謎の袋が、実はねちょっと今帰りに近所のね、ちっちゃいスーパー寄ってきたんですよ。そしたら焼き芋売ってて、食べたいと言って買いました。これ食べたらお腹いっぱいになっちゃうんじゃない、大丈夫まあいいや、今日中に食べましょう。はい、はい、じゃあ食べます。私も食べます。はい、じゃあちょっと食べてみてもらっていいかな。うん、あ、今何食べた。肉。肉かい、うん、肉おいしい。ごめんね、豚バラじゃなくて豚こまなんだけどさ。どう、大根の味。おいしい、おいしい、いただきましたイエーイ、うん。